メルク修道院は、オーストリアにある、ベネディクト会派の修道院であり、世界的に有名な修道場である。メルク修道院は、ニーダー・エースター・ライヒ州、メルクの町の上部、ドナウ川を見下ろす岩肌に立ち、バッハウ渓谷に隣接している。メルク修道院の中庭修道院の設立は1089年、バーベン・ベルク家のオーストリア編教博レオポルト2世により、 ランバッハ修道院出身のベネディクト会修道士に城の一つが寄進されたことによる。修道士の学校であるメルク修道士校が12世紀に設立されると、その図書館は間もなく幅広い写本収集で知られるようになった。修道院の写事室も、また、写本生産の重要な場となった。15世紀には修道院はオーストリアと ドイツ南部の修道士の生活を立て直すメルク再生活動の中心となった。今日に残る見事なバーロック建築の修道院は1702年から1736年にかけてヤコブ・ブランタウアーの設計により建設された。見どころはヨハン・ミヒャイル・ロットマイヤーが修道院の教会に描いたフレスコ画と中世の手書き原稿が無数に収められた図書室である。 この原稿には有名な学府やパウルトロガーによるフレスコガも含まれている。その名声と研究成果のおかげでメルク修道院は新生ローマ皇帝ヨーゼフ2世が1780年から1790年にかけてオーストリアの修道院をたくさん接収したり解散させた時期を過労じてしのぐことができた。修道院はその後もナポレオン戦争、 ついで1938年の国家社会主義、ドイツ労働者等によるオーストリア併合、アンシュルスキには学校と修道院の大部分を国家に接収されるなど様々な脅威をくぐり抜けた。第二次世界大戦後、学校は修道院に戻され、現在は男女合わせて約900人の生徒を要している。修道院は1625年に オーストリア新都団の一員となり、現在はベネディクト会同盟にも加盟している。ベストセラーとなった小説バラの名前の中で作者のウンベルトエイコは修道院とその著名な図書館への賛辞として主人公の一人にアドソフォンベルクと名付けている。ありがとうございます。